令和6年2月25日古賀 CS 中央運動公園イベント広場にて古賀市消防春季点検式が行われました。消防団の職務遂行に必要な各種項目を点検し、消防力の強化を目的に行います。消防団員が集まり、点検官である針谷市長により通常点検、機械器具点検が行われました。はじめに通常点検を行いました。通常点検は指揮者の号令により一斉に行動を起こす部隊行動の基本を身につけ、団員の規律の保持に必要なもので、団員一人一人の服装、姿勢などを総合的に点検します。次に機械器具点検です。いついかなる時でも迅速な出動、消防活動を行うために体制を整えておくもので、エンジン、ポンプ、赤色灯などの装備品や積載品に異常がないか点検します。アトラクションとしてコガとビーチ番組によるピアリ歌、まとい振り、はしご乗りが行われました。市の伝統的な妙技を披露していただき、春季点検式に花を添えていただきました。また総秋田中学校による演奏が行われました。生徒たちによる雄大な演奏により式典に彩りが加えられました。ポンプ車、はしご車による一斉放水が披露されました。一斉に放水が行われるダイナミックな光景に会場は大いに盛り上がりました。今後も知識、技術の習得に尽力し、市民により信頼される消防団を目指していきます。ご覧いただきありがとうございました。